い、プリです。今日は富山カタレローソンで福袋が売ってるっていうことで、ちょっと何の福袋ですか？カタレグッズ福袋だと思います。ちょっと行ってきます。ではクッピー売ってっかね。売ってね。プリです。知ってる。カタレローソンの、カタレグッズ福袋1店舗目は 2,3 分で売り切れってなってで、完売したみたいなんで、今日はまたここ探してきました。石金のローソン、それでは行ってみます。残念、2店舗目完売してました。また探してみようかなと思います。では売ってることを祈ってグッピー。はい、プリです。またまた来ました。カタレローソン、これは駅前のローソンですね。行ってみます。クッピー。残念、無念、売り切れでした。公式サイトで、完売も発表されてました。あ、欲しかった。まあ次の機会あればまた買いに行きます。クッピー。
今日は初めてスタバ来ました。アメリカーノの、コーヒーと、あとそのサイズはサイズ、L です。 L で、このコップ何種類かありますけど、どれにしますかって言われて悩んで、2番目ちょっと 大きめの中ぐらいの買いました。あと飯みたいのありますかって言ったら、あ、飯はないですって言って、パンだったらいますって言って、このそ米ありますかって、ソーセージの、なんでこれ、はい、なんでこれ、なんだっけな、ソーセージ、包みパイみたいな感じの、ちょっと買ってみました。2人分1640円ぐらいなんで、とりあえずどんな味か、やっぱりコーヒーショップ店はこういうのしかないのかななんて、ちょっと初でびっくりしましたけど、これはもう400円ぐらいしたんですけど、やっぱり飯はコンビニで買った方がなんか味わえるかなみたいな、美味しい。アメリカのね、アメリカの行ってみますか。スタバってどうなの。スタバはですね、なんか、緊張しました。はい、初めて行ったんですよね。はい、こじゃれてますね。これは、ここ開けるのか。はい、あら。おお、早速行きます。アメリカのって感じですね。やっぱりコーヒーだけ苦いですね。普通のコーヒーとちょっと違う味は。コーヒー全然なんか本格的な味ですね。いくらしたんですか。これ、500円もしないか、320円ぐらいかな。このなんだ、ストローがなんかまたこじゃれてて、いちいちしゃれてますね。これはセレブが行く店かもしれないですね。でもここのスタバじゃあれですよね、富山の関水公園旅行、みんな、散歩してますけど、ちょっと暑いんでね、まあ、いつもやっぱここはコーヒーを買いに、いや、初です初めて来ました。なんか店員さんが可愛かったですね。僕は店員さんがのために行くんですか。いや、忘れた頃に行ければ。通いすぎるとね、ちょっとね、はい、警察の方でね、お世話になるかもしれない。変質者呼ばわりされて違いますよみたいな。まあ、じゃあ点数の方は、点数、スターバックス富山関水公園70点。まあ内訳教えてくださいよ、その70点の、ハゲタオさんが入るとこじゃないかもしれないですね。なんか自分でも迷いに迷ってあれしたんで、ちょっと厳しいんすよ、でもやっぱ若い子が来るにはやっぱそこういうね、そうっすね、なんか暇つぶしにはさ、暇つぶし、暇つぶしっていうか、なんか
店で、うん、ちょこっとこじゃれた風な感じの、うん、やるにはいいかもしれないですね。まあ外で、うん、飲んでもいいし、コーヒーはやっぱ飲みやすいですか？飲みやすい。まあ抹茶ラテみたいなのも売ってましたけどね、やっぱそれ買う勇気がなかった。はい、まあ、でちなみに何買ったんでしたっけ？アメリカーノアメリカーノ美味しいです。美味しいですか？じゃあ、まあ、アイスは最後あれお願いします。あの締めの、はい、今最新のやつ決めたって言ったじゃないですか、新しいやつ、はい、考えに考えた結果これになったと、最新のやつお願いします。ではチャンネル登録、グッドボタン、コメントお願いします。グッピー。